この間自動販売機でタバコを買ったんですけど、そのタバコを取り出すときに足が崩れまして、ひざまずいちゃったんですけど、で それを立ち上がるときにもう一回ひざまずいちゃった。なんで？もう本当に足腰弱ってますね。意味で CD 大作戦前半戦。6万円ぐらいでウォーキングマシン売ってるから買ってやろうか。あの1日30分歩くだけでいいらしいよ。そうなんだよ。あれ、うん、結構ありってる。本当？なんですけど、どういうことなんですかね。知らないよ。新潟県南蒲原くんと藤井菊一郎くん。藤井くん。小崎リスナーが送ってくるものベスト3、いろんなもの送ってくれますが、うん、3位カレンダー。そうね、いろんなね。いや、井川遥ちゃんコラージュカレンダーとかね。遥ちゃん本当ね、参ったよ。2位メッセージね。そうね、メッセージ送ってもらいますけどね、それを読んで笑ってるだけの僕ら。さあ、小崎リスナーが送ってくるもの1位、ムックンの忘れかけてた遠い記憶。ムックのアバンチュールネタ&代々木上原ネタ。これはちょっと違います。忘れかけていたじゃないです、深く刻み込んでいるエロい記憶。せっかくオブラードくるんでくれたのエロい。まあエロいって言われて違うとは言えない僕がいます。エロっていいことなんだよ、健全だからエロいんだから、ね、病気で点滴打たれてさ、エロい気持ちになんかならんよ。北区のペンネーム松茸梅。また日本シリーズに優勝したヤクルトの若松監督へのインタビュー中の BGM、 インタビュー中の BGM、ね、のベスト3、3位あー踊り踊るなら深いと思って2位なんとかなったったった。いやもう忘れてください。いや深く刻み込まれてるリスナーに。リスナーにはね。1位です。かわいいじゃない。いやもしかしたら今改めて聞いたけど、拳っていいね。いいよね。ねえ、いいよ拳。人形っていいね。いいよね。うん。世界に怒れるよね。そうですよ。うん。だって誰かが海外行って民謡を歌ったら感動したんだって言うんだから、そうでしょ。言葉は分かんないけど、うん、何かが来るんだよ。あ、今の人どうしよう。うん、今民謡もすごいな、新しい人が出てきてますよ。札幌の渡部裕介君。渡部銭湯で宇津井さんと会ったクレイジーキャッツの感想。いいね、クレイジーキャッツはサウナじゃなくて銭湯なんです。なるほど、人数多いから、ね、あ、そうか。うん、はい、行かすじゃないのよ。それがっちりしてるからね。銭湯で宇津井さんと会ったクレイジーキャッツの感想に、丈夫で長持ち。あ、年代も一緒ぐらいだね。そうそうそう。1位です。あっと驚くタメゴロ。何いいな。何とかけてんのかな。そうだね、うまい。あげましょう。ほら人間ってあまりすごいもの言うと笑っちゃう。そうやん、怖くてもな。そうね、笑っちゃった。あと、うまいと笑うでしょ。あの食べ物、あんまり美味しいと ね、 あそうだよね。そう、あのほら鶴間さんも言ってたピーター・ルーガーのステーキ食った時笑っちゃったもん。うまい、うまい。あれ、うまいもの食べた時ってあの脳から喜びのが出るんだって、ね、出てね、で、免疫能力高くなるんだって。それがね、うん、だからそれが、うん、家族で美味しいもの食べたことがない子っていうのは、うん、ダメなんだってよ。人間性が。だ、小さい頃に家族で美味しいね美味しいねって食べた人って、それが出なくなっちゃうんだって。あ、そうするとつまんないやつになっちゃう。そう、喜びは感じたいんだって。あ、だからお食事は美味しく食べてみんなでね。あ、そういうことですよ。そうなんだよ。そういうことですよね。そう、そういうこと。そういうことダンス。そういうことなの。そういうことなの。笑って食べるの。だけどこの間娘がママどうしておっちゃんと結婚したのかって真剣に聞いてた。なんでおっちゃんと結婚したの。気持ち悪いのにね。ねえ、なので言ってるよね。これね、この間ね、よかった、さんまさんのコントだけ見に行って、その前の日もね、二人で一緒に飲みた。仲いいよ、お母さんじゃなくてラビーと並んでるもん、ずっと。
マリちゃん。で、ニコ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 してんの。で、ラビーがね、いろいろね、マリちゃんが、ウケたーって、わーって言ってね、とかでね、説明して、いい親子だなーって、ね。まあ、で、嘘なんだよ。でも、外面だから、それは。そう、バカ。また言われちゃうと、フォローしてんのよ。変な夢は与えないさ。うん、嘘ーめ強気のみんなに嘘は言わない俺清瀬市の陣内修太くん陣修あの有名人の師匠といえばベスト3 3位大人気アイドルグループモーニング娘。の師匠はバイバイありがとうさようなら愛しい恋人よつんくさん天才のね今やもう、うん、B1 プロデューサーですね天才だってさ今度俺すごいなと思ったのがあのアイドル新しい女の子入った時に歌もダメ踊れもダメでもそいつはある意味ロックだって言って入れたんですよこのは俺すごい分かったすごいなロックだよあれがロックだ俺はロックって表現じゃないけど現在の日本の格闘技の中心人物、うん、小川直也藤田和幸の師匠はイノキさんってのはカリスマあるなぁ。イノキさん。ほんとになぁ。1位、林家こん平、こぶ平の師匠といえば。ただえも、お金も、惜しくない。三平です。全部違うじゃん。全部違う。全部違うじゃん。ああ佐々木さんの声に命のは似てるけどね。ということで。